ポチッとな。はい、ダイソーさんのチヌバリですね。6本で2号。ハリスは 1.5 号で1メーターついてますけども、まあ、70センチぐらいでカットしています。その間にですね、真ん中あたりにガン玉のちっちゃいのですね、ちっちゃいのを1個つけてます。それからスイベルですね、をかまして、ビチートは1号で、高低3メーターの、延べ竿を使ってます。そして餌はオキアミです。オキアミを尻尾から、尻尾をちょっとちぎってもらって、ここからこう押し出しします。こんな感じでですね、こんな感じですね。針先を出すように心がけてます。それで釣っていきたいと思います。5.3m ですね。ズームと3.6 メートルから 5.6 メートル、すみません、0.6 が 3.6 から 5.6 までのズームの竿ですね。シマノさんの土下座です。非常に軽くてですね、すごい扱いやすいです。で、釣っていきたいと思います。何か釣れてます。闇で、10センチぐらいですね。ハゼが釣れてる。オキアミでハゼが釣れました。いて。